焼津漁港で起きたカツオの窃盗事件をめぐり、県が近く焼津漁協に対し措置命令を出す方針を固めました。焼津漁港では水揚げされた冷凍カツオが盗まれる事件が相次いで発覚していて、複数の事件に関与したとして、焼津漁協の職員が逮捕・起訴されています。焼津漁協は先月、 再発防止策の報告書を提出しましたが関係者によりますと県は事件の悪質性を考慮したなどとして水産業協同組合法に基づいて今週にも焼津漁協に対し再発防止策の実行を求める措置命令を出す方針を固めました県は再発防止策について改善状況の報告を3ヶ月ごとに行うよう求めるとしています 県が県内の漁協に措置命令を出すのは初めてです。